おいおいで、うん、呼ばれてるよ。はい、はいね、やんくん、はい、はいはい、はい、お腹、お腹、お腹、はいはい、はいはい、はいはい、面白い声、はい、うん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 、あ、じゃんくん、こっちおいで、じゃんくん、あれでしたな、よし、もう一個、はい、ほら、2つ来たよ、じゃんくん、あ、いいね、セルフスリシュリ、顎をセルフシュリシュリしてましょ、ジャン君、ポンちゃんが後ろで爪とぎ、はい、やった、はいはいはい、はい、あれ、ポンちゃんも来た、ポンちゃんも来た、ポンちゃん、いいね、ジャン君、ポンちゃん、うん、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんはポンちゃん、硬い角でスリスリするのが好きです、スリスリ、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃんもいいの、ポンちゃん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 、なんかプレゼントが届きましたよ。プレゼント届きました。ジャン君、ポンちゃんにということで、すごい。ジャン君の10周年おめでとうって。10周年と、これはクリスマスのパッケージになってるから。そうだね、クリスマスと合わせてということで、ね、ありがとうございます。まずは箱ですが、はい、本題に入る前に、これは、うん、缶バッジ、はい、はい、缶バッジ、接種済みの缶バッジ、ワクチン接種済みという、はい、缶バッジですね。よっしゃ、まあ大事でしょう、これから、うん、お、なんか面白い、はい、あ、結構なんかちゃんとしてるっぽいやつなんだね、かわいい、ん、これもそうなの、プラスチックの、本当だね、中に入れてあるっていうわけじゃない、缶バッジじゃなくて、なんかね、ちょっと立派な、はい、あ、なんかすごいいろんな種類がいっぱい、アピールします、かわいいね、にゃんこも、はい、にゃんこのやつやろうかな、うーん、よいしょ、これは何かな、お、首輪だよ、じゃんくん用の首輪かな、はい、青いから、はい、じゃんくん、あれ、10周年って書いてある、10周年って書いてあるよ、はい、こう手紙、お、ちょっと待って、上手に開けた、あ、そっか、カードだね、きっと大丈夫かな、大丈夫だ、あ、手作りのカードです、はい、カードありがとうございます、かわいく作っていただきました、ありがとう、ちゃんとちゃんとにゃんこも、楽器と猫とにゃんことね、そして、あ、ちゃんくん、これ教に安忍だね、教忍って書いてあるけど安忍なんだね、安忍、あ、安忍だね、そうそうそう、安忍って教忍なんだね、安ずの安ずの陣だから安ずの陣って書いて安忍だよ、うん、でも教忍っていうルビが振ってある、うん、お、え、そうなの、うん、安忍だとばっかり思ってた、まあ、安忍と読むけど教忍なんだね、へー、ということで、のど飴ありがとうございます、うん、これも歌の時に使わせていただきます、ね、よかったです、そして、はい、そして、これはアイマスク、はい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 、うん、目のかゆみがあったからね、うん、今アレルギーの薬を飲み始めたのでだいぶ収まりましたが、
安眠用ということですね、うん、クロケンこれつける前に寝ちゃうかもしれませんが頑張ってつけてくれ、はい、ありがとう。そして箱をあげましょうか。箱、はい、開きました。開きました。すごい可愛いじゃん。なんか立派だよ。ナチュラル系、うん、デコじゃらしということになりますね。取り替えられるってことかな。あ、ちゃんと一個ずつのやつとこの釣り竿タイプと分かれてるんだ、はいはいはい、なるほど。これはきっと飛ばすね。このちょうどこの重さ飛ばしやすそう。ジャン君、あ、これはこれのあれかもね、うん、付け替え用かも、はい、ジャン君よかったね。頑張ってね。動画に収めます。これ飛ばしてると思うね、うん、ありがとうございます、はい、ポンちゃんも遊んでくださいね。ポンちゃんプレゼント仕様になっています。それではどうもありがとうございました。ジャン君なんか変な生き物に見えるけど、ジャン君、ジャン君、ジャン君、何ですかって。ジャン君、ジャン君、遊びましたか。ブランケットとつながってますよ。どうしても照明が影が入っちゃうね。じゃんくん、はい、はい、さあ今日はなんていうの、衣装合わせというかですね、この衣装がステージでどんな感じに見えるのか、それをちょっと試してみます。フォークソング同好会に出かけます。出かけます、出かけます。あれ、ピンボケだ。暗いからね。ジャン君、ジャン君がいる予定です。ここは予定っていうか、いるけど声出ないね。ジャン君。